コスチュームもいただきましたね。胴体はミファーちゃんからいただけるんでしょうか。未来のフィアンセですけど、僕。頑張れ頑張れ。隊長を敗走するなよ。うわー、怖すぎ。これ石碑で見たやつじゃないの、もしかして。あ、それガーディアンだわ、違うわ。連携プレイすげえな、魔物も。え、切った、そうか、そういうことか。かっこよ、ミファーちゃん。なんで急に？ジャイロ？なんで急に？ 弓で狙いをつけるときはジャイロ使ってましたね、前回とか。めっちゃガーディアンに弓ばっかり使って、みたいな。なんかさ、氷の石碑みたいなやつに、ドレファン王の過去のすごい話みたいな 書いてあったじゃないですか。そこに、ガーディアンを谷の底に落としたみたいなね、話はあったよな。でも違ったわ、今回。その話じゃなかった。お、確かに青色だったら全然。お、あ、え、私がやるんですか。ジャイロ操作の基本位置を設定します。コントローラー、はい。青色じゃ全然味方感あるもんな。やっぱ色ってすごいよね。ピンク色だとめっちゃ怖いじゃん。はいはいはい。どこどこどこ。振り上げ、振り上げ。お、あ、で移動していけばいいんだ。魔物たちを倒せ。すっごい、自分でやんのこれ。あ、しかも神獣のハートめちゃくちゃあるな。はい、これ大丈夫ですか。氷爆弾、おれいおれい。先に倒すと、めっちゃいた。もう全然、ゴミのようだだ。魔物がゴミのようだ。って感じだ。普通にただのなんかさ、本当にただの苔、苔、苔じゃない、サンゴでもないけど、草に見えてた。氷の千本矢、ZR。ん？うわわわ、すごい。あ、これを？おらーい！これが神獣の血かな？はっ。もうちょっと、振り上げしてもダメだ。振り上げても、あ、いいか、橋を破壊したということで、良いのか。あいつやだな、あいつやだよ。おい、どけどけ、爆弾は消滅しろ。で、R。オッケー。この子の力がみなぎってる。これならん。必殺技 A。この子にも A あるんだ。なんで鼻のこの上からなんだってちょっと思っちゃうね。あ、そっか、際の真ん中からやってんのか。あ、ちょ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 、喋ってたら、長い間あったのね、それ、必殺技。まだできるの？まだできる？まだできない？もうできないか。あいつなぁ。おりゃ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 。普通に R 打ちまくった方がいいかも。おりゃ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 。もう何も考えずに。オラオラオライ。オラオラオライ。ハートもなんかめったにそんな、へえ、ゲームオーバーにはならない気がしてるけど。うわ、結構大変、結構、せかしてくんだ。いろんなとこに敵いるわ。振り上げ。おっちゃい。この子に乗るのは初めてなのに、思い通りに動いてくれる。すごい、蹴散らし具合がすごい半端ない、マジで。はい、あそこがやばいな。何、やばい、やばいかな。お、いけいけ、おっしゃい。ここら辺を皆殺しじゃい。
あそこにつけばいいんだとしたら、もういなくなった。あ、いるわ。ちょっとだけ。この残党目が。もういいか？大丈夫か？ここが次の目的地っぽいですね。いや、まだいるな。おい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 、え？ライネルこんなにいることありますか？そんなことあります？ちょ、待って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 、ここ端っこすぎて鼻がダメか。ここにやりたいんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー、いけたいけた。で、ちょっと千本の矢を食らうんだな、君たち。迎撃迎撃迎撃、いっぱいすぎ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 、はい、おりゃー、鼻くらえ、鼻攻撃、おっしゃい、迎撃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 、 A が溜まればこっちのもんなんだけどな。はい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 、凍らせた方が早い。 R の方がいいかも、凍るから。よっとずい、よかった、里を守りきれたね、ありがとうレッタ。いや、あんなライネルは確かに神獣使わないと無理。これからもあなたと共に戦えたら、うん、いくらリンクが最強であってもボロボロになっちまうよ。先の襲撃でわしらは厄災への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても厄災は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。はい。そなたが神獣のクリテとなることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。投げる、もうなんか全てに投げちゃう。100年後知ってるとなおさらもう本当にきついぜ。前回の王様とゼルダ姫もそうだし、まあでもここではね未来変えられるはずなので、うんうんと信じてるんで。ミファ、ゾーラ族の姫、他者の傷を癒す力を持つゾーラ族の姫、その力を買われ神獣バルッタのクリテを任される。リンクが小さい頃からの友人であり仲がいい。いいね、また増えたな、めちゃくちゃめちゃくちゃ増えたし、初めて見たマークもあるかも。お、デスマウンテもいいんだけど、ここは入場試験、ハイラル軍演習場にいる教官に鍛えてもらう。ハイラル軍演習場利用可能、なんだろう、勝手にレベル上げをしといてくれるところとかそういう感じかな。でこっちは張り詰めた心に安らぎを、イメージトレーニング利用可能。どういうこと？賢者の神殿、なんここ元何があった場所なんだろう。賢者の神殿跡とかそんなんあったっけ。とりあえず気になるからね、渡そう、どんどん。うん、イメージトレーニングにアクセスできるようになりました。神殿で静かに瞑想し、イメージの世界で技を練習できる。あ、祠の中みたいな感じだね、作りとしては。実践じゃなくて練習できるよってことなのかな。じゃあこっちはピコーン、入場試験合格、ルピーが用意できてればみたいなこと書いてあったな。
訓練によって仲間をレベルアップさせることができる。おうおう、なんか前もそんなのあったような気もするな。ちょっと覚えてるところと覚えてないところの差がすごいんですけど。やっぱりね、こうリンクの方が上がっちゃうとかさあるから、ゼルダちゃんを鍛えたいなとかできるってことだよね。ルフィをお支払いください。しかもレベルが高くなるにつれてルフィも多分高くなるのよこれ。まあ、12までしか無理な。あ、リンクに合わせられるってことか。なるほどね。まあちょっと考えましょう。基本的には自分でね、いろんなキャラクターまんべんなく使いたいところではあるんだけど。そしてここだよね。めっちゃ刺してる。人手が足りない。素材に関、あ、ここ、あそこがアッカレ古代研究所じゃないの。まあ今はね、まだないと思うけど。素材に反応するセンサーの開発を古代研究所では検討している。ほうほう。1000ルピーも。まあくれてやりますよ。すごーい。すごーい。ハイラルチャレンジは料理に必要な素材アイテムを追跡できる。特定の素材アイテムを探すことも可能か。あ、だからなんかシーカーセンサーで祠探すとか、なんかこう図鑑からこのアイテムを探すとかもできた気がするから、そういうのができるようになったってことだね。ここでも、あ、ここね。次はミファーの特訓か。ほうほうほう。うわ、特殊ルールも出てきたな。出撃パーティー制限、制限時間あり。うん、あ、降臨の槍やっぱ使ってますね。他の武器はしょぼすぎるけど。じゃあ料理も食べていっちゃいましょう。まあまだね、まだいけると思う。特殊ルールがあれど。で思ってるとあっけなく死ぬからね、本当に。はい。うっ、あ、びっくりした。めっちゃ暗いかと思った。ミファの特訓、多く敵を倒せ。わかりました。私だってできるんだから。そうだよ、滝登り使ったりね、します。モリブリ、はい、これですよ、完璧。そしてここで追い打ちをかける。オッケースマッシュ。間違えた、 A ボタン押しちゃった。めっちゃ間違ったよ。せっかくスマッシュ出せたと思ったんだけど、意味のないことをしちまった。はいはい、みんなが見えないところでちゃんとやりましたよ私。はいはい、オッケーオッケーオッケー、シャイクーソー。はい、ダッシュきました。そしてスマッシュ。まあ、ここでミファーちゃんは練習できそうかな。一応なんかね、あそこのイメージトレーニング場ってところに行ってみて、やっぱり祠の中と同じね雰囲気でしたけど、うん、その時はねリンクしか使えなくて、今は、まあ、今はってことだと思うんだけど、そう。でもミファーちゃんはここで練習できる。めっちゃ倒せばいいんでしょ。はい、これはもう完璧になってきたな私。はいはい。あ、なに？はい。ちょっと場所がおかしかったけど止めれたかもしれない。はい、スマッシュ。ん？カメラワークがあまり良くないですね、今日のカメラマンは。そうだ、それでね、あの練習してって気づいたんだけど、リンクやっててさ、なんかラッシュの形もね違うパターンがあったんだよな。下突きのパターン、切りつけるみたいな、飛んで切りつけるのがいつもやってたと思うんだけど、なんか下突き、え、あ、制限時間半分、何分、あ、300、まあまだ大丈夫でしょ。頑張って最終回までに見せれるように頑張るね。はい、 A ボタン巻き込め。これでいけるんじゃない、300無理かな。いったいった、余裕。こんだけね、え、あ、逃げてった。どこ行くのよ皆さん、待ってくださいよ。巣を特定してしまおうか。 OK、 石ころまたもらった。異空なのかここ。あ、異空に来た、もしかして。あれ、あ、そっか、メインストーリーはあれで終わってて異空だったんだここ。全然気づかずにやっちゃってた。
なんかごめんね。じゃあもう次の神獣に行けばいいんだ。それじゃあ私は次にこのウルボザさんのところに行ってたので、ここに行きましょう。めっちゃ楽しみなんですけど。みんな好きだけどさ。ダメージ 5% アップは食べていきましょう。出撃。ここいい。ここいいんだよな。あ、ミハーちゃんが一緒に飛んでる、今度は。みんな飛べるんだよね。みんな飛べるし、みんなシーカーストーンの。ゲルド地方に集落を構えるゲルド族。はい。女性のみで構成された気高くたくましい砂漠の民である。めちゃくちゃ腹筋割れてるからね。優れた戦闘能力と雷を操る力を買われ、神獣バ・ナボリスの繰り手に選び出されたゲルドの族長ウルボザは、亡きハイラル王妃の親友でもあった。ゼルダのお母ちゃんね。ゼルダはリンクたちと共に使者としてゲルドの町へと赴くが、その道中には意外な展開が待ち受けていた。え、何ですか、意外な展開とは。ミファーちゃんの時はもうね、行けてたけど、今回はその道中に何かがあったんだ。はい。あ、イーガタンじゃないの、もしかして。ピンときちまったな。え、追われてる。え、ゲルド族ちゃんに追われてんの。お前男だろうって。なんで？ウルボザ本人に真意を問いただすよりは変わりませんね。まさかウルボザさんがそんなことするわけないでしょ。でも、え？嘘嘘嘘。あ、曲がやっぱりウルボザさんの曲なってるな。なんでなんでなんで？じゃあ私あれですか、想像していいですか？奴らに好き勝手させるんじゃないよ。さあお前たちゼルダを狙いな。嘘でしょ、そんなバカな。町の正面から難しそうですね。右側に回ってみましょう。そんなバカな。え、そんなバカな。確かに意外な展開だな。何やってんない、とっととゼルダを仕留めな。めっちゃ悪いこと言ってんもんだって。ああ間違った、いい面構えだ。勝負と行こう。おお、文字読んでると。あ、A 行きまーす。へい、やったぜ。全力でぶつかった結果だ。まあ、潔はいいな。いや、私がね、思ったのは、イーガダン、一瞬イーガダンかなって思ったじゃないですか。ふ、まんまとかかったね。お前たち、今だ。何？何ですか？いいだが、ダウンダウン。まさか罠？手薄に見せていたなんて、ウルボザ様は一体何の目的で？めっちゃ来たよ。この人たち潰す必要はあるのかな？ゼルダの体力に注意、やばい。全然言いたいこと言えてない。こんな世の中じゃ、ポイズン。イーガダンが、ちゃ、変装得意じゃん。あの人たちって。だから、変装して、ゲルドの人たちになってたのかなって思ったんだよ。この分断させるためにさ。だだだ。待って、ぽいよー。いや、今削れてねえんかい。スマッシュ。これじゃないスマッシュがあるのよ。これじゃないスマッシュを私は見したい。みんなに。いや、普通に倒しちまうな。すん。何してんだい、ボサッとしないで全員でゼルダを狙え。どうしたのだろう、いつものウルボザ様らしくないぞ。ゲルドの兵は違うんだ。ゲルドの兵、まあ、こんなにいないか、イガダン。いや知らんけど。じゃあちょっと絶対おかしいなことなってんだ、やっぱり。ちょ、先行っちゃってるよ、先行っちゃってるよ、こっちね。うわ、ビリビリもいるじゃない。立ち止まってる。失礼。やばいやばい、これはやばいっすね。間に合え、爆弾。オッケー、間に合った。
ありがとうリンク、あなたがいればどんな窮地も。あ、ミファちゃんもいた。ミファちゃんもいたのね。スマッシュ、どうやって出してたんだろうさっき。撃破。ミファちゃんについていくか。いや絶対熱いでしょミファちゃん。水がないところできつくない？大丈夫？気になるけど。砂皿シラリーか、もしかして。見失った見失った。どこどこどこ。ミファちゃん、そんな真ん中を行かなくたってよろしいじゃないの。拠点、拠点とは。ここが最前線で行ってやるよ、この盾でな。これは使うしかねえ。こっちだ。はい、みんなさようなら。バブーン。まだ倒れてないとは。屈強な肉体をしてやがる。なんかレベルが高いのかわかんないけど普通に倒しちゃうな。もっとなんか違うんだよな。スマッシュ見したいんだけども。あ、行っていいのかな。え、すごい、家の中まで入れるんですけど。いただきます、すいません。お、え、すごいなこの街。めっちゃ動き回れるな。いや、ほんと散歩会やりたい。散歩会やりたい。はい。もう行っちゃっていいかな？行っちゃおうかな。もうちょっと見たいところもあるけど、進めましょう。ウルボザ、ゲルドの族長。ウルボザ！ん？どうして？なぜこんなことを？あんたの命運もここまでさ。戦うの？ゼルダ姫。あ、はい。あ、なんか本物捕らえられてたのかな、どこかに。びっくりした。慌てて帰ってきてみれば。まさかこんなことになってるとはね。雷でやられたかと思ったよこっちが。よかった、やっぱりそうだよね。大事はないかい、お姫様。いや、もうお母さん代わりみたいな。あ、もう一回来た。ウルボザ、ゲルドの族長。そんな裏切るわけないと思ったもの。やっぱり私の頭は回転してたの今日。コウガ様ではないか。ウルボさん、ハテナ。コウガ様100年前もいたの。イーガ団団長、艦長ね、艦長。若い衆に任せる。うわあ、なんでこんなやつを慕ってるんだ君たちは。戦うのかい？なんだあれはみたいな。あ、戦うんだ。あ、ウルボザになってる。ウルゾボザ様の偽物が指示を出していたなんて。完全に包囲されてしまいましたよ。みんな立ってる、みんな立ってる。ちょっとちょいちょいと、ちょいと。え、強攻撃の後 X を連打すると。お、全然敵がいないとこで撃っちゃったけど。私も頑張らせてもらうよ。迷惑をかけたことだしね。あ、いた、ハイラル兵もいるじゃん。そうか、お月の騎士いっぱいいるのか。あ、やだ、でかい人もいるじゃない。幹部、幹部いるよ。風切りと持って、よし。はい、連打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 が出た。やった、クソ。一発じゃやっぱ削りきれないか、ゲージは。ちょっと狭いな、狭いぞ、狭いだ。はい、スマッシュ来ましたぞ。うわ、これこれがいいんだ、これがかっこいいんだよな。あ、いるわまだ。このさ、木が切れるとことかめっちゃ細かいよね。別に切れなくたっていいわけじゃん。でも本編みたいにさ、まあ薪は取れなくとも細かいよな、芸が。あ、リンクいた。
あ、またいるね。ラッシュしたいな、ラッシュしたい。連打、おら、連打だーぜー。連打してると思うんですけど、はいはい、止めた。ぐる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 マウンテン、さい、エクスエクススマッシュ、オッケー。わ、もういろんなとこから来て、はい、ポン。今がチャンスだよ。運の尽きさ、かっこいいんだよな、マジで。あー、いた。ちょっと忘れちゃうんだよな忘れた頃にやってくるコログ。走りながらの X はこんな感じか、月か。はいはい。あ、あれやってみよう。 ZR ん？なんだ、剣に宿せるってことかな。多分使ってるとどんどんなくなっていっちゃうから。あ、ゲージがあるな、4つね。ん？ゼルダちゃんたちどこ？あ、ここにもいた。食い散らかされてんな、ここも。ここあれだよね大食いの女がこの時代にもいるのか。なんか小さい子が畑を作りたいのにゴミが流れてくるみたいなさ、そういうサブチャレンジありましたよねスイカ食い散らかすやつ。どこどこどこ行くのよ。ボーイミーツガールみたいなところにも入れる。なんか他のハイラルとかでは家の中はね入れなかったんだよな、ドアが開かなくて。めっちゃ楽しいんですけど、ここ中に入れるのめっちゃ楽しいんですけど。あ、インパいた。ここは、あ、いた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 。幹部幹部幹部のラッシュくれ、幹部にラッシュくれ。早すぎなんだよ、早すぎ、分かってんだけど。連打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 、おっしゃい。どこどこ、おし、はい、ジャンプしたまま、そして X。 なんかここで三角飛びでジャンプしてからのジャンプで X でスマッシュ下突きしたかったんだけど降りてきちゃってた、うん。これで街の内部は取り戻せましたね。しかしまだ外にはイーガダールドが。